君に心臓をあげたい実況プレイ始めていきたいと思います。人生に疲れた男の前にアンドロイドの少女が現れた。みたいなこと書いてありましたね。いや、エンディングが4つあるらしいですね。どんなゲームかは全然わかんないですが、あ、素敵な BGM ですね。それでは、じゃあ、初めからやっていこうかな。この作品はフィクションです。実際の人物、団体などとは関係ありません。本作品にはショックの強い表現が含まれております。苦手な方、心臓の弱い方はプレイをお控えください。ということです。気をつけてください。本作が原因で何らかの損害や障害などが発生したとしても、あー、オッケー。カタカタとキーボードを打つ音と、パソコンのファンのうるさい音が、6畳の狭い部屋に響き渡る。どれどれ、再生数は、2万7千か、結構伸びてるじゃん。ボサボサの髪をくしゃりと書きながら、パソコンの画面を覗き込む。僕は先月動画投稿サイトに投稿した自分の動画をクリックすると、コメント欄に目をやる。めちゃかっこいい好きな曲調。あー、なるほどね。曲を上げてる人なんだ。なんでこの人が人気ないのか謎。この歌う P の他の曲を教えてくれ。ふふふ、ふふ。自分を肯定するコメントノートに一人にやつく。僕が投稿したのは、音声制作ソフト、歌うロイドを使用したオリジナル楽曲だ。ボカロみたいな感じなのかな。この歌うロイドは、公式キャラクターのビジュアルが可愛く、うまく調律すればまるで人が歌ってるかのような歌声を作れることから、ネットで流行していた。歌うロイドを使って曲を作る僕のような存在は歌う P と呼ばれており、中にはメジャーデビューし作曲活動だけで生計を立てている人もいる。僕も自身の作った曲がヒットし、彼らのように脚光を浴びる日が訪れることを夢見て作曲を続けていた。この人いつも同じ曲調じゃない？ありきたりでつまらない。単調すぎて盛り上がりに欠けるんだよな。否定的なコメントにテンションが下がる。自分で曲を作ったこともないくせに、偉そうなことを言いやがって、イライラしながらも否定的なコメントに対する返信をしていると、いつの間にか PC がフリーズしていたことに気づく。PC のファンがより一層騒がしい音を出す。なんだよもう。僕は一人声を荒げながら背もたれに寄りかかる。年季の入ったスペックの低い PC では限界かもな。作曲だけである程度お金を稼げるようになったら新しい PC を買おう。それにしても、曲が単調か。確かにそうかもしれない。次はガラッと印象変えてみるか。軽く伸びをしながら独り言をつぶやく。すると、突然背後に違和感を覚えた。めちゃくちゃ怖いじゃん。今この人とほぼ同じ状態なんだよね、俺。ほぼ同じ状態で実況撮ってんだよね。すげえ怖いじゃん。先ほどまでに耳障りで仕方がなかった PC の音が全く気にならない。わずかにだが背後に置かれたベッドのきしむ音が聞こえる。怖すぎる。嘘だろ。僕は少なくとも2週間は家を出ていない。セキュリティの低いボロアパートだが、誰かが部屋に侵入すればさすがに気づくはずだ。いや、でも多分これは気のせいなんかじゃない。後ろに誰かいるんだ。セーブしといた方がいい？いざこの状況になったらもう、すぐ俺パッて後ろ向いちゃうタイプなんだよな。背後に人の気配がしている。そしてその人物は言葉を発することもなく、こちらの出方を伺っている。あまりにも現実離れした状況にめまいがしてきた。冷や汗が止めどなく溢れてくる。恐怖からだろうか。心臓の音はどんどん大きくなっていく。どうしよう。僕は。いや、振り向くでしょ。いや、振り返らない、怖いよ。僕は後ろを振り返ることもなく作業を続けた。緊張で手の震えが止まらない。それでも作業をやめようとはしなかった。振り返らなければ危害を加えられない気がしたから。振り返らなければ誰も傷つかずに済む気がしたから。ベッド、おー、怖え。もうすぐ後ろ向いちゃうわ、俺だったら。誰かがそっと立ち上がり僕を横切る。僕はきつく目を閉じた。いつの間にか気配のようなものは感じなくなっていた。うわ、男は真っ暗な部屋で。幻聴が聞こえる。
何をしようとしてるの？まさか、また同じ過ちを犯そうとしているの？お願い、やめて、殺されようとしてる俺。私を巻き込まないで。いや、やめ。何何？バッドエンド逃避。男は、エンディング回収できてよかったよ。いや、振り返るよね、普通。僕は恐る恐る後ろ振り返る。すると鹿に飛び込んできたのは。ああ、かわいい。銀色の髪の、綺麗な女の子だった。彼女は僕の部屋のベッドに静かに腰をかけている。誰だ、この子。透き通るような白い肌と、無機質な赤い目から目が離せない。君は一体、久しぶりに人と、それも知らない女の子と会話することへの緊張からか、それ以上言葉が続かない。はじめまして。私の名前はユウです。彼女は端的に答える。ユウ、ユウ、ユウ。僕は頭の中で必死に情報を整理する。ユウは澄ました顔でこちらを見つめている。やるべきことをすべてやり終えたかのような表情に、僕は困惑していた。それだけ？それだけとは？いや、もっと他にあるでしょ、ほら。自分が何者かの説明とか、どうやって僕の部屋に侵入したのかとかさ、まあ確かにね、急に部屋にいて、私はユウですって言われて、そっからの沈黙、超怖いもんね。はぁ、あなたは他人から何でも答えがもらえると思っているのでしょうが、この状況は答えが欲しいんだよな。でも、そもそもまず自分が何者か私に伝えるべきでは、いや絶対違うだ、だってここ俺の部屋なんだもん。私はあなたの名前すら知りません。なんでこの状況、この後に及んでさ、交流を図ろうとしてんの、僕と。ユウは呆れた顔で僕を責め立てる。何なんだこの子は。勝手に人の部屋に入り込んでベッドに座って。非常識なのはそっちの方だろ。でもまあ、このまま意地を張っていても拉致が開かないし、ね、僕はしぶしぶユウに自己紹介することにした。僕は、創立かな。わかんないな、読み方が。歳は22。すぐ近くの音大に通う学生だよ。ま、今は休学中なんだけど。奏で律。律くんでいいですよね。あ、奏で律か。なるほどね。そうだよね。おかしいと思った。え？この子、見るからに僕より年下だろ。奏でさんとか律さんとかもう少し呼び方が。奏で律って名前なんだ、漢字二文字で。いやーまあいいけどさ。では、リツくん。改めまして私の名前はユウです。気がついたらこの場所にいました。あ、そうなの？どうして？後のことはよく覚えていません。気づいたらいたってそんなバカな話が。怒ってるなんか。本当のことなんだから仕方がないじゃないですか。むしろあなたの方がよく知っているのでは。ああ、私を誘拐したと思ってるってこと。こっちはなんか、僕の部屋に侵入したと思ってるけど、あなたは、僕があなたを誘拐したと思ってる。リツ君が私をここに連れてきたのではないのですか？そうだよね。僕が？いや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 。僕は右手と首をものすごいスピードで揺らす。知らない間に女の子を部屋に連れ込むだなんて、僕がそんなプレイボーイなわけがない。僕はなんとか他の情報を得る糸口はないかと。ユウの方を見る。多少見慣れてきたが、銀の髪に赤い目というのは浮世離れしてるというか、コスプレかなんかだろうか。服装もアンドロイド風だし、あ、これアンドロイド風だと思ってるってことか。こういうメイクだと思ってるってことなのか。そういえば歌うロイドの公式キャラクターにどことなく雰囲気が似てるような。そのせいか露出が高いというか、よくよく見れば顔もだいぶ可愛いな。怒ってる。スケベ。なんで？な、そんな俺じっくり見てたの。上から下まで。声の聞こえた方へ視線を移すと、ユウはムスッとした表情で僕の方を見つめていた。ようやく言葉を発したかと思えばなんて失礼な子だ。違うよ。僕は君から少しでも情報を得ようとだな。胸元からどのような情報が入ってくるのでしょうか。僕胸元ばかり見れました。すみません。ぜひお聞かせください。ぐ。すみません。
めっちゃ呆れられてる。はぁ、あ。次からは気をつけてくださいね。許してくれるんだ。はい。すっかり立場がなくな、悪くなってしまったな。それにしても彼女は本当に何者なんだろうか。初めて見るはずなのにどこか他人のようには思えない。アンドロイドのような風貌で、歌うロイドの公式キャラクターに少し似ている。自分の好みの女の子。不思議なことに優と会話をしている間、僕の心は穏やかで落ち着いていた。それと同時に目の前にいる女の子の正体について、ある可能性が脳裏をよぎる。もしかして君は。ああ、そういうことか。あまりにも疲れすぎた僕が作り出した妄想なのかもしれないね。でも僕の彼女なのかの方が面白そうなんでこっちにしようかな。実は僕は記憶喪失で、大切な彼女のことを忘れてしまっている。彼女はそんな僕のことを気に病んで、毎日会いに来てくれている。というのを妄想が過ぎるか。待てよ、妄想？そうか、もしかして。彼女は僕の妄想なんじゃないか。あ、今の選択肢どっちでも同じか。精神的に限界が来てしまった結果、架空の女の子の幻覚を見ている。それが僕の考えたこの状況を説明するのに最も納得のいく答えだ。なるほど。ユウはうんうんとうなずいてみせる。わかります。見ず知らずの女性を監禁するようなド変態よりは、妄想癖の強い思春期男子であったという方がいくらかマシですもんね。いや、監禁してんのかな、僕って。あ、でも本当に監禁してる可能性もあるよね、こっから。そういうルートもあるかもしんないよね。自分、サイコパスすぎて二重人格だったりすんのかな。ああ、なるほど。その可能性もなくはないのか。それにしても、君はなんというか、僕の妄想ならもう少し可愛げがあってもいいんじゃないか。わあ、失礼なこと言ってるよ。僕の言葉を聞いたユウの表情が曇る。めっちゃ怒ってるわ。可愛げがなくて悪かったですね。私にはあなたの気持ちがわからないんです。だって、私には心がありませんから。心がない。アンドロイドだから感情がないってこと？まあそんなところですね。なるほど。ありがちな設定だな。感情がないアンドロイドにしては随分とふてくされたような顔をしていた気はしたけど。とはいえ、これでますます妄想の可能性が高くなってきた。私がリツ君の妄想かどうか、簡単にわかる方法がありますけど、何ですか？何されるんですか？え？思いがけないユウからの提案に変な声が出てしまう。この部屋に他の人を連れてくればいいんです。ああ、そっか。俺以外に見えてる人がいるかどうかってことか。その人に私の姿が見えなければ私はリツ君の妄想で。見えればリツ君はお縄で、そうだね、監禁してることになるね。なるほど。ユウの提案はシンプルで、なおかつ判断のしやすいものだ。いやでもな、部屋散らかってるし、そもそもあまり他人を家に呼ぶのは好きではないというか。ああ、呆れられてる。すみません。引きこもりぼっちニートのリツ君には難しかったですね。めっちゃ煽ってくんじゃん。無理な提案をしました。これは私の落ち度です。そんなことないよ。自分をなんか落とし入れてるようで、私のことを落とし入れてるよ、あなたは。失礼な。僕はニートじゃない。大学の休学中のまだ学生だ。引きこもりぼっちは否定しないんですね。このうるさい妄想アンドロイドを早くなんとかしなくては。考えろ、考えるんだ。一人でも優が妄想かどうか判断する方法。あ。何か思いつきましたか？そうか、簡単じゃないか。優に触れられるか確かめればいいんだ。余計犯罪じみてきたな。触れることができれば実体、できなければ彼女は僕の妄想。なんてシンプルでわかりやすいんだ。僕は、優に触れようか。僕は優に触れようと手を伸ばす。あ、怒ってる、ドスケベ。ユウの言葉を聞いた僕は我に返り、とっさに手を引いた。あー、どっちを選んでも触れられないのか、これは。あ、いやいや、今のは。ごめんなさい。どうして？あ、こうして、僕とアンドロイドの少女ユウとの奇妙な共同生活が始まってしまったのであった。何が、起こってんだろうね。数日後。数日一緒に暮らしてんの？リツ君は今日も部屋にいるんですか？今日もユウは僕の部屋のベッドにちょこんと座っている。そんなの僕の勝手だろ。
何時間もパソコンにへばりついて疲れませんか？外に出て気晴らしがしたいとは思わないんですか？思わないね。別に今の時代外になんか出なくったって生活はできるし、生活はできるかもしれませんが、健康には悪そうですね。ちょっと静かにしてくれないかな。作業に集中できないから、僕があえて厳しい言葉を選んでも、感情のないアンドロイドの彼女には大して効果がないようだ。のんきに足をプラプラと宙に浮かせてくつろいでいる。売り言葉に買い言葉のようなユウとのやりとりにも、いつの間にか慣れてしまったな。ユウが僕に気を使うことは一切ない。悪く言えば彼女は空気を読まずに思ったことを口にする。それは彼女が人間のように心、すなわち心臓を持っていないからだという。ずっと気になっていたんですが、大学を休学してリツ君は一体何をしてるのでしょうか？何って、想像の翼を広げているのさ。え？今なんて言いました？曲を作ってるんだよ。あ、そっか。あ、こういうやりとりちょっと好きなんだよな。曲ですか？すごいですね。別にすごくなんかないよ。僕よりも人気のある作曲家なんていくらでもいるし。リツ君はあまり人気がないんですか？直球だな。少しは気を使ってくれよ。すみません。私には心がありませんから。そうやって言えば何でも許されると思ってませんか？アンドロイドならそのくらいの機能搭載しておいてくれよ。引きこもりへの気遣いへの機能ですね。全処します。しかしそうですか。リツ君は伸び悩んでいるのですね。なんかしてくれるのかな？数日後、何日か過ぎるね。ずーっと同じポーズじゃん。リツ君は私考えましたよ。考えたって何を？珍しく黙って座っていると思ったらまた何か余計なことを考えていたのか。リツ君が音楽の道で成功して人気者になる方法ですよ。ああ、そういえば前にそんな話したな。正直余計なお世話だと思ったが、ユウが何を言うのか少しだけ気になってしまっている自分がいた。リツ君は駅ピアノというものをご存知でしょうか？まあ、駅ピアノとは、駅に期間限定で設置される誰でも自由に弾けるピアノのことで、僕の住むアパートの最寄り駅でも休日になると設置されていることがあるそうで、リツ君が作った曲を駅ピアノで演奏しましょう。その光景を動画投稿サイトに載せるんです。ああ、いいね。俺もめちゃくちゃピアノが上手かったらそういうことやりたいもん。するとあら不思議。リツ君も一躍スターの仲間入りに。なれないよ、そんな簡単に。なれますよ。実際に駅ピアノから夢を叶えた女性もいるとか。いつの間にそんな情報を、僕の知らない情報を仕入れているなんて。変な妄想だな。その人には元から才能があったんだろう。それにああいうのは誰もが知ってる曲を弾くからいいんだろう。僕が自作の曲を弾いたところで誰も耳を傾けてはくれない。そうですか。残念ですね。脱引きこもりになるいい案かと思ったのですが。そんなに外に出たいなら一人で出ればいいじゃないか。一人で？あのですね。それができるのは最初からそうしていますよ。どういうこと？どうやら私は一人では外に出られないみたいなんです。なるほど。あまりにも自然に会話ができているからつい忘れてしまいがちだが、ユウは僕の妄想が作り出した存在だったな。僕の妄想なら、僕が外に出ないことにはどうしようもないのか。あの、リツ君は？妙な沈黙の後、ユウが再び口を開いた。リツ君はどうして曲を作っているんですか？好きだからじゃないの？それが。どうしてって。将来他人と関わらずに生活していくのに都合がいい仕事だからよ。あ、そういうことなの？関わりそうだけどね。デスクワークなら外に出なくたって済むし、他人と面と向かって話をする必要もない。生活のために曲作りをしている。ああ、そうだよ。将来的にはそれで収入を得て学費や家賃だって払っていくつもりさ。もうあの人たちとは関わりたくないし、ああ、そういうのがあったわけな、過去に。なるほど。それで今どの程度お金を稼げているんでしょうか？現実的だ、それは。今はまだゼロだけど。二人の間に不穏な空気が流れ始めていることを、僕もユウも感じ取っている。それでもユウは話を続ける。曲作りで食べていける見込みもないのに、
休学してまで続けているんですよね。さっきから何が言いたいんだ。彼女の言葉のすべてが自分を否定しているように聞こえる。僕は苛立ちを隠しきれず思わず優を睨みつけた。こんなこと向いてないって。さっさとやめて学校へ行けって言いたいのか。いや、そういうわけでもないんじゃない。やり方を変えたりとか、もうさっき言ってくれたピアノのことだって、一回やってみればいいんじゃないみたいなことを言いたいんじゃないの。そんなことは言っていません。私はただ、リツ君が曲作りをしている本当の理由が聞きたいのです。本当の理由？本当の理由ってなんだよ。彼女はユウは何を知った風な口を聞いているんだ。僕は、ユウの言葉を聞く。あー、なるほど。まずは否定してみようか。何も知らないくせして偉そうに説教かよ。え？は泣いちゃうの？いえ、私は別にそんなつもりは。頼むからさ、もう放っておいてくれ。ユウに僕の何がわかるんだよ。すみません。ですが、このままの生活を続けて何かが変わるのでしょうか？うるさいな。放っておいてくれよ。そういうのが余計なお世話だって言ってるんだよ。でもこういう自分のために考えてくれる人の言葉ってのは大事にした方がいい気がするけどね。それがもう自分の中で納得いかないことだったとしても、一応耳傾けるぐらいはしといた方がいい気がするけどね。私の言葉で気分を害したのであれば謝ります。ですが私には、ああそうだったね、君には心がないんだったね。じゃあ僕の気持ちなんかわかるわけないよな。一度吐き出してしまったが最後。頭ではわかっているの。優に向けた暴言が止めどなく溢れていく。心ってあれだろ。要するに心臓がないんだよね、優は。それなら、僕の心臓をあげようか。あ、タイトルだ。何を言ってるんですか？どうせ僕なんか生きてたって、この先何の役にも立たないんだ。そもそも好きで生きてるわけじゃないし。変われるんなら変わりたいくらいさ。本気で言ってるんですか？ああ、本気だよ。だからあの時だって自分で。何何？そうですか。あなたの心臓はいりません。ですがお望みであれば、殺されるの。心臓止めてあげましょうか。怖すぎんだけど。は、何って。途端胸が焼けるような痛みを感じ、僕はその場に倒れ込む。痛い。胸が苦しい。うまく息ができない。何なんだこれは。僕の体は急にどうしてしまったんだ。お前何をした。なんとか声を絞り出し顔を上げると、うわぁ、何この顔、超怖い。優が怒りと軽蔑が混ざったような表情で僕を見ていた。あれおかしいですね。何怒ってるんですか？心臓いらないんですよね。これまで見たこともないような優の表情と雰囲気を前に、僕の体は小刻みに震えていた。胸の痛みはより一層強くなっていく。すごい顔で見られてる。苦しさで朦朧とする意識の中、命を何だと思っているんだ。ふざけるな。期待して損しました。さようなら。何なの結局。優の憎悪と怒りのこもった言葉が僕の心に焼き付いていた。バッドエンドに別れ。生きていたいよ、僕は生きていたい。ちょっと待ってて。僕は席を立ち台所へ向かった。コップに入れた水を飲み干すと小さく深呼吸をする。気持ちが落ち着いてきたところで、ユウの方へ向き、治り、口を開く。でもこういうのが大事だよね、ほんと。カーって感情のままなんかいろんなこと言っちゃうと絶対後悔するもんね。さっきはごめん。あまり触れてほしくないことだったから、ユウにきつく当たってしまったかもしれない。ユウは少しだけ驚いた表情を見せた。いえ、私の方こそ失礼なことを言いました。でもすみません。私には心がないからわからないだろ。もう聞き飽きたよ。僕は笑いながら彼女の言葉を遮った。あ、怒ってる。リツ君は意地悪ですね。ごめん。さっきの話の続き聞かせてくれないか。え？ですが、ユウは不安そうな表情を浮かべている。もう大丈夫だから。最後までちゃんと聞くからさ。そうですか。では。私思うんです。リツ君は生活のために曲作りをしているわけではないと。だって家族の厄介になりたくないのなら、お金を稼ぐことだけが目的ならもっと別の手段があるのではないのです。ないのでしょうか。
私は曲作りのことはよくわかりません。それでも、リツくんが毎日寝る間を惜しんでかじりつくように机に向かっていること、思うようにいかず悩んで苦しんでいることは知っています。いつもそばで見ていましたから。ユウの声色と表情はどこか辛そうで、とても感情のないアンドロイドには見えなかった。きっと一曲作るだけでもものすごい時間がかかるんですよね。途中で投げ出したり飽きてしまってもおかしくはないと思います。辛くて大変なはずなのに。それでも諦めないのはどうしてでしょうか。僕は彼女の言葉を黙って聞いていた。ユウの言う通りだった。お金を稼ぐ方法なら他にいくらでもあるはずなのに。バイトでもすればもっと早く親の厄介にならずに済むのに。僕は作曲を続けている。僕が引きこもりになってしまうよりも、ずっと昔からずっと続けている。どうして?どうしてなんだろう?わからない。わからないよ。そうですか。ユウはそれ以上何も言わなかった。数日後。リツくん、リツくん。誰かが僕を呼ぶ声がする。まぶたを開けるとユウが僕の顔を覗き込んでいた。彼女との距離の近さに今更ながらドキッとしてしまう。ああ、ユウか。寝ぼけまなこのまま、スマホの画面を確認すると。時刻はまだ朝の5時だった。どうしたの?こんなに朝早くに。リツくんに提案があります。今から外に出てみませんか?どうした急に?外に?はい。これだけ朝早ければ人通りも少ないと思うんです。誰とも会わないとまではいかないかもしれませんが。それって。ああ、勘違いしないでくださいね。私のためにですよ。ユウのために?はい。私は実はアウトドア派なので。あ、そうなの、意外ですね。ずっと家にいるとストレスが溜まってしまうんですよ。だから私のストレス解消に付き合ってもらえますか?いいね、でも。自分のために外に出てほしいって言ってくれるところがいいよね。僕は、嫌だよ、ここにいたよ。ユウが僕を気を使ってくれていること。このまま部屋にいても何も変わらないこと。頭では理解してた。理解しているけれど、心がどうしても追いつかない。ごめん。僕はまだ。そうですか。わかりました。でももしもリツくんが、何?ユウの言葉を遮るようにチャイムの音が鳴った。チャイム鳴りましたよ。出なくていいんですか?ああ。どうせセールスか何かだろ。ユウにそう答えようとした矢先。なんだ?ものすごい勢いでドアを叩く音がした。警察?突然のことに驚いた僕は。不用心にも来客が誰かを確認することもなく、ドアを開けてしまった。どちら様ですか?歳は僕と同じぐらいだろうか。背の高い体格のいい男が目の前に立っていた。彼は、扉を開けるや否や。僕の首を両手で掴み勢いよく締め上げた。なんで?痛みから逃れようと必死にもがくも、体格差のせいか僕の抵抗は意味をなしていなかった。あまりに突然の出来事に理解が追いつかない、僕の耳に。葵くん?男を呼ぶユウの声が聞こえた。ユウ、ユウ、やっと会えた。男はブツブツと何かを話している。その瞳はうつろで視点が定まっていない。どうしてここが分かったの?家族でさえ私がここにいることを知らないはずなのに、アンドロイドじゃないの?お前みたいなやつユウにふさわしくない。ユウ大丈夫だからな。今俺がお前を助けてやるからな。どうして邪魔をするの?彼がせっかく前を向こうとしていたのに、ユウの声が聞こえていないのか。男は僕の首を絞める力を一層強める。お前もアンドロイドなの?状況を整理する余裕もないまま、僕の意識は遠のいている。なんで急に殺されたの俺。バッドエンドさん、ユウ。感じだね。人間だったのか、アンドロイドじゃなくて、もしかしたら、アンドロイドのコスプレしてたのかな、本当に。外に出ようか、ユウ。早朝の丘か商店街を閑散としていて、人も数えるほどしか見当たらない。わ、
こんな服装で外出てたら本当に めちゃくちゃ目立っちゃうよ。僕はアパートの近くの商店街を歩いていた。素敵な絵だな。その少し先を優が嬉しそうな表情で歩いている。彼女が歩くたび、その綺麗な髪がふわりと揺れる。僕はというと、先ほどから緊張で汗が止まらなかった。足取りも重く、少しの物音を聞いただけで震え上がりそうになる。優はそんな僕に気を使って、時折後ろを振り返りながら、ゆっくりと歩いてくれていた。随分浮かれてるじゃないか。そう見えますか？私には心がありませんから気のせいだと思いますけど。このやりとりにも、もうすっかり慣れてしまったな。リツ君の神経臭い部屋で二人っきりで居続けることを考えたら、確かに、外は空気が美味しくて浮かれてしまいますね。ひどい言われようだな。失礼、間違えました。神経臭いリツ君と二人っきりで部屋で、でした。いや、どっちでもいいわ。相変わらず毒舌だな。ありがとうございます。褒めてないんだよな、別に。僕は外に出ることが怖かった。人の視界に入れば笑われるんじゃないかと思っていた。でもそれはただの自意識過剰で。なあ、ユウ、聞かせてほしい話があるんだ。僕と僕の家族のこと。自分の辛い過去さえも。ユウならば笑い飛ばしてくれる気がする。嫌ですね。え？想定していなかった回答に僕は困惑する。嫌です、が。この距離ですから、リツ君の独り言が私に聞こえてしまうかもしれませんね。素敵なこと言うね。彼女は僕の目を見て笑っていた。僕は意を決して口を開いた。僕の父さんってさ、海外ですごく有名なピアニストなんだよ。母さんもプロのバイオリニストでさ、わあ、そういうことね。音楽一家で僕は育ったんだ。最初は両親が誇らしかった。自分も父さんみたいなピアニストになりたいし、なれると思っていた。毎日練習したよ。友達が遊んでる時間もゲームなんかももちろんやったことなくてさ。でも全然苦じゃなかった。楽しかったしピアノが好きだったから。その頃のことはもう思い出せない。あれが本当に自分だったのかさえ疑わしい。有名な音大にも推薦で受かってさ。でも、成績は中の中だった。父さんには散々罵倒されたよ。お前の作る曲も演奏も聞くに耐えない。恥ずかしいから自分の息子だとは言わないでほしいって、えぐ、父さん。ひどいよな、母。母さんも口に出さなかったけれど、落胆していたと思う。でもさ、僕は諦めなかったんだよ。ずっと音楽しかやってこなかったからさ。他にやれることなんかないから。たった一つ自分の取り柄だと思っていたことがただの勘違いかもしれない。その事実が怖かった。すごいな。言葉にするとだいぶきついね。そこからは寝る間も惜しんで練習したんだ。でも全然上手くなれなくて。才能がさ、なかったんだよ、父さんみたいに。いつの間にか自分の演奏を聴いてる人たちが、クスクスってさ、笑ってるみたいな声が聞こえるようになって、何が楽しいのかわからなくなって、何もかもが嫌になった。ユウは黙って僕の話を聞いてくれている。彼女は僕の次の言葉を待っている。僕さ、自分で命を捨てようとしたことがあるんだ。衝動的に安直に、それが自分が楽になれるいい方法だと思ってしまった。言葉にしてみてようやく僕は自分のしたことの意味を理解する。大掛かりな手術だったみたいでさ、助からないかもしれないって言われてたんだけど、でも生きていた。リハビリに3年もかかってしまったけれど、今は何の不自由もなく普通の生活ができている。そのことがきっかけで両親からは距離を置かれてさ、下手に一緒に暮らしているとまた何かしでかすかわからないからって、今のアパートに一人暮らしさせてもらえるようになったんだ。音大も休学して何やってるんだろうな。バカだって思うだろ。その程度のことで命を投げ出すなんて、どうかしてるって思うよな。思いません。ユウは唐突に口を開いた。彼女は優しく、澄んだ瞳で僕を見つめていた。思いませんよ。だって、他でもない。リツ君自身がそう思っていないから。私には心がないし、私はあなたじゃない。だからリツ君が何を考えていたか完璧にはわからないけれど、大事だったんですよね。家族に認められることが。
ショックだったんですよね。家族に落胆されることが、自分に父親のような才能がないことが、この世界から消えたくなるほどに、その程度のことではなかったんですよ。少なくともあなたにとっては。うわ、すごいいいこと言う。そうなのかな。ユウに言われてようやく、僕は自分の気持ちを理解できた気がした。リッツ君がたくさん苦しんでたこと、限界だったことはよくわかりました。彼女を立ち止まると、僕の胸に向かって手を伸ばす。それでも、その手は僕に触れることなくゆっくりと下へ降りていく。彼女は止めていた足を再び前へ進める。自分の命を自分で奪おうとする人を、私は絶対に許せないし、軽蔑します。彼女の切なそうな表情を見て、僕は今更になって彼女が僕にこれまで強く当たっていた理由が分かった気がした。多分だけど、ユウは僕の過去を知っていたんだ。ユウはずっと怒っていたんだ。僕の軽率な行動、心を持っているのに、それを自ら捨てようとした僕のこと、ごめん。どうして私に謝るんでしょうか。謝るんなら自分自身にでも謝ってください。そうだね。ありがとうございます。え、どうして俺を。自分のことを話してくれたからでしょうか。でもよかったです。最初はこんなヘタレな人のそばにいないといけないだなんて、ついてないなと思いましたが。え、なんなの？天使な、天使とかなの？なんか、魂を選定する人だったりすんの？ほんの少しだけ見直しましたよ。どういう話なのか全然わかんねえ。ユウと商店街を歩いた時間はわずかなはずだったのに、僕は今日のことをずっと忘れないような気がしていた。そしてこの日を境に、ユウは僕の前から姿を消した。なんでだ？カタカタとキーボードを打つ音と、パソコンのファンのうるさい音が、6畳の狭い部屋に響き渡る。誰の声も聞こえない。一人で作業しているこの時間が好きだった。だけど今は物足りなさを感じている。ユウがいなくなってから数週間、僕は相変わらず部屋に引きこもっていた。これで完成だな。僕はここ数日ひたすら新曲作りに没頭していた。それが今ようやく完成したのだ。僕は動画サイトの投稿ボタンを押そうとマウスを伸ばした手を止め、後ろを振り返る。いつの間にか当たり前になっていたんだよな。ユウはいつも僕の部屋のベッドに座っていて、小言や文句を吐いていた。それにどれだけ救われたのだろう。ありがとうの一言すら言えなかったな。僕はパソコンの画面を消すと、身支度を始める。喜んでもらえるかわからないけれど、やれるだけやってみよう。ピアノ弾きに行くの？早朝の商店街を一人歩く。彼女と話したことを思い返していると、まるで彼女が今も少し前を歩いてくれているような気がして、不思議と緊張感や恐怖はなかった。それでも歩いて30分ほどの距離にもかかわらず、目的地に着くまでに何時間もかかってしまった。これはもう少し外に慣れなきゃダメだな。脱ひきこもりにはもう少々時間がかかりそうだ。ユウの呆れ顔が脳裏に浮かんだ。行き交う人々の喧騒が聞こえる。あまりの人の多さに思わずめまいがする。この街にはこんなに人がいるんだな。うわ、なんか俺好きなんだよな、こういう話。この駅の利用者が一番多くなる時間帯まで、僕はあえて待っていた。一人でも多くの人の目に留まるように、僕が逃げてしまわないように、駅に置かれたピアノは弾くものを試すかのように堂々としたいでたちで、触れることはおろか、誰も近づこうとさえしない。僕は人波をかき分けながらピアノの前にたどり着く。きっと大丈夫。胸に手を当て深呼吸をすると、そっと椅子に腰を下ろした。通行人が僕の姿に気づき足を止める。期待と好奇の眼差しが僕に刺さる。僕は震える両手を静かに鍵盤に置く。大丈夫。その曲を弾き始めた途端。なんだろう、ほんと好きなんだよな、こういうの。心とは裏腹に、
僕の指を跳ねるように次の音色を奏でていく。誰も知らないその曲を聴いた人々は止めた足を動かしその場を去ってしまう。それでも構わず僕は演奏を続ける。この曲は、この演奏は君だけに向けたものだから。数年のブランクをまるで感じさせないような指の動きに僕は自分で驚き、いつしか涙を流していた。君の言った通りだ。これまでの僕の努力は無駄じゃなかったことを、今この瞬間が物語っている。否定されて逃げ出したくなって、この世界からいなくなろうとさえ思った。それでも、僕はどうしようもなく音楽が好きなんだ。好きなことからは逃げられないんだ。君に出会わなければ、きっと僕はこんな簡単なことにも傷つけなかったの。ねえ、ユウ。こんなことを言うと君は怒るかもしれないけれど、僕はできることなら今でも、僕の心臓を君にあげたいと思う。自分の命を投げ出すような僕よりも、まっすぐで優しい君に生きていてほしいから。だけどそんなことをしても意味がないことくらいわかっている。だって。この心臓は元より君のものだから。ああ、そうなの。あ、そういう話なの、これ。君が生きたかった明日を僕は今生きている。ユウ、ありがとう。僕はこれからの人生を大切に生きる。好きなことを胸張って好きだと言えるように。苦しくてももう逃げないって決めたから。だけど僕は弱い人間だから。たまにどうしようもなくやる気が出なくて、大切な一日を無駄にし過ごしてしまうことがあるかもしれない。そんな時は僕の前に姿を見せてまた叱ってくれないか。君に向けた演奏が終わろうとしたその時、僕の問いかけに答えるように胸の高鳴りが聞こえた気がした。君に心臓をあげたい。君からもらったのに、ね、だからもうこの心臓をくれた人は生きて いけなかったんだ。明日を迎えることができなかったから僕のところに来たってことなんだろうね。だからこのくれた、心臓くれた人の、なんだろう、人格みたいな、記憶みたいなのが、時々僕を励ましてくれるのかな。僕を、ここに来るまでのことをよく覚えていない。学校帰りに突然頭が痛くなって、それで、いつの間にか私は不思議な空間にいた。淡い色の光の玉がゆらゆらと浮かぶ。綺麗な夜空のような場所。自分がここにいる意味がなんとなくだけどわかる。終わっちゃったんだろうな。私にはやりたいことや夢はなかった。それでも友達と遊んでいるだけで毎日が幸せで。最近は気になる人だってできたんだ。心残り。あるに決まってるじゃんか。もっといろんな場所へ行ってみたかった。いろんな人と出会って。誰かを笑顔にできるようなそんな夢を見つけて、夢に向かって努力がしたかった。そういえば来週コンビニで新作のアイスが出るんだっけ。あれも食べたかったな。そうだ、明日はバイト代が出る日だ。買いたい服あったのにな。ああ、ダメだ。後悔がいくらでも溢れてきてしまう。私が一人心残りを思い返していると。それ、できますよ。あ、女の人じゃないんだ、私って。頭上で女の子の声が聞こえた。私が目線を上げるとそこには。あら。私によく似た顔の女の子は微笑んでいた。あ、主人公も女の子だったのか。主人公っていうか、あなたのしたかったこと、見たかったものが。叶うチャンスがあるって言ったらどうします?うわ、どういう話なのこれ。全部は無理かもしれないですけれど。あ、そういうことか。女の子は私によく似た声で問いかける。どうすればいいの?だから他の人にってことなんだ。あなたの思いを、心を誰かに託すんです。あなたの心はまだ生きています。誰かって誰に?おや、乗り気ですね。
実はその人はもう決まっているんですよ。その人はどうしようもないヘタレで、引きこもりでニートで髪はボサボサで、ディテールから説明してくれるね。せっかく乗り気になっていたのだから、もう少しまともなことを言ってほしいものだ。でも決まってたんだ。もうこれは運命で、いい人ですよ。いい人なんだ。いい人、それならまあいいか。彼女がその人の話をするときの、その柔らかい表情と声を聞いて私は決意する。わかりました。それでは行きましょうか。彼女は私の手を取る。君に出会えるその日が来ることを、少しだけ楽しみになってきていた。ああ、そうなんだ。そっちの目線なんだ。君に心臓をあげたいってのは、男の主人公側じゃなくて、この女の子の方がってことなのか。というわけで今回はこのくらいにしときましょう。いや、なんだろう。こういう話は、素敵ですよね、本当に。もう、あんま言葉が出てこないですが、とても素敵なシナリオでしたね。というわけで今回はこのくらいにしておきましょう。気になった方はぜひ、やってみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。